肉を砕け、魂の一撃。行くぞみんな、兵器を示せ。帝国カリキュラン参上。なんとか中に侵入できたが、内部は魔幻空間と同じ雰囲気だな。この空間では何が起こるかわからない。みんな十分注意しながら進んでくれ。行くぞ、全てを打ち倒し帝剣を取り戻すんだ。了解。行くぞ。せい、遅い。行くぜ。うんうん、よっ。これでも食らえ。ほっ、どうだ。てっ、さっ、てっ、てっ、嫌な感じだ。この空間、強い魔力で満ちてやがる。神山、急ごうぜ。競技場の観客も魔幻空間に取り込まれているはずだ。一刻も早く解放しないとまずいな。そういや、競技場にはベルリン歌劇団もいたんだろ。あいつらも一緒に戦ってくれたら心強いんだがな。行くぞ。よっ、今行く。よっ、よっ、どうだ。てっ、とっ、てっ、これでも食らえ。あっ、てっ、とっ、てっ、どうだ、どっちけ。あっ、そ、と、今行く。じゃあ、せ、てっ、みんな止まれ。噂をすりゃベルリン歌劇団じゃねえか。あいつらがいりゃ百人力だぜ。ようやく来たか、帝国歌劇団。さあ決勝戦を始めよう。え、準備はいいのか。整うまでは待ってやる。何冗談言ってやがんだてめえら。今はそんな状況じゃねえだろうが。待ってください、何か様子が変です。本気で歌劇団対戦だと思ってる。変な仮面つけてる。おかしい、あの仮面夜叉と同じ。まさか操られているというのか。あの仮面を通じて玄庵に。何をごちゃごちゃと言っている。準備ができたなら戦闘を開始しろ。どうあってもやるつもりですね。戦いながら元に戻す方法を探すしかないな。ちょっと待ってください。戦いながら方法を探す。あいつら最強の歌劇団なんだぞ。そんな隙があるわけね。どんな罠でも突破すると言ったけど、この罠想定外すぎる。しかない。みんな気を抜くな。死ぬぞ。決勝まで上がってきた強者に敬意を表する。我々も負けはしない。超えられるか。世界最強のシュワルツシュテルンを。エリスさん、聞いてくれ。今は歌劇団同士で戦っている場合じゃない。
過激団大戦は中止になったんだよ。玄庵の野郎がやったこと覚えてねえのか。ザレ事を。過激団大戦が中止になった情報確認できず、減少確認率ヌルプロセント、嘘ばっかり。我々を欺こうとしても無駄だ。正々堂々正面から向かってこい。エリスさんたちを元に戻す方法はあるんでしょうか。方法はあるとは思いたいのだ。今それを考えている余裕はない。まずはベルリンの無力化に専念する。相手を動けなくさせればそれでいい。闇を切る神速の依頼。エリスの前に出るまでもないわ。私が叩き潰してあげる。お前たちが勝つ可能性はヌルプロセントなんだから。さすがエリス、うまい位置取りね。こちらからの攻撃は届きそうにない。だったらお前引きずり出すだけだぜ。ああ、エリスさんは後だ。まずはマルガレーテさんたちを止めるぞ。わかっちゃいたけど、こいつら強すぎるぜ。でも、欧州で見た彼女たちの力はこんなものでもなかったのか。おそらく過激だ。手強い相手だ。これが世界最強の力。私たちの花組の絆の力は他の誰にだって負けはしない。帝国過激団、よくもマルガレーテを。絶対に許さん。どうしてかかってくる。これで我々は油断しない。まだ大炎上。これで暗い。驚かせる。あなたたちはクレジデント G に、原案創設に操られているんだ。それごとをそのようなことがあるものか。エリス、神山の言うことは本当よ。目を覚まして。マルガレーテ、お前は…エリス、私たち約束したじゃない。誰かの平和のために強い力を、心を持とうって。目を覚ませ、エリス。お前は最強のベルリン歌劇団の隊長だよ。私エリスさん、あなたの力は世界の平和と正義を守るためにあるはずです。正義を守る力力玄庵の力なんかに負けてはダメだ。見返る時は今です。やったか。うわ、私はベルリン歌劇団は無敵だ。くらえ。まずい、あの攻撃だ。エリス、ダメ。回避を避けて。
私の勝ちだ。玄庵！エリスさん！仮面が、まさか自力で。状況は把握している。みんな迷惑をかけた。いや、今はやめておこう。行け、帝国過激だ。玄庵宗鉄の野望を止められるのはあなたたちだけだ。玄庵の支配から脱するために私は霊力を使い切ってしまった。回復を待ってあなたたちを追う。それが今できる最善の行動だ。わかりました。あとは俺たちに任せてください。激しい戦いだったが、ガッキー、大きな損傷はないようだな。よし、行くぞ。帝剣を取り戻すため中心部に進む。と、協力して戦うぞ。量子水晶を抑え。ゼルリンの奴ら、とんでもねえ強さだったな。あれでも本調子じゃなかったんだよ。自力で玄庵の呪縛を振りほどくなんて、エリスさんは本当に強い人ですね。俺たちに身をもって示してくれた。玄庵はどんなに強大でも必ず打ち破れるってこと。手口だ。心をもてあそぶなんてひどすぎます。里の掟、百条、悪を得て、それは正義だ。これで終わりだ。どんだけ。私はもう迷わない。みんなと生きる明日のために戦うわ。神山、さあ、行く手を阻む敵は全て打ち倒す。
探し物はこれかね。原案相鉄。よっしゃ。原案、その定件をこちらに渡せ。渡すわけにはいかんよ。これでまた封印されても困るのでね。コーマ王様が完全に復活した後でなら返してやっても構わないが。そんなことをさせるか。貴様を倒し、ゲンタを再び封印してみせる。やれるものならやってみるがいい。このヤシャのように貴様たちも操り人形にしてくれるわ。ヤシャ、やっぱり正体は。さあ、時はすでに満ちた。もはや貴様たちになすすべはない。さらば帝国過激だ。せいぜい苦しみながら死ぬといい。何をもたもたしている。時間がないはずだ。行け。ここは私たちに任せろ。しかしその期待はもう限界だ。なめるな小僧。エリサ、この程度の状況100回は経験している。貴様らとは戦いの歴史が違うの。行け。そしてお前たちのなすべきことをしろ。わかりました。ありがとうございます。リサ、必ずあなたの期待に応えます。エリス、めちゃくちゃかっこよかったですが、このような状況は4回しか経験していません。大ピンチです。ここが5回目になり、そしてまだ見ぬ95回があるだけの話だ。相変わらずへりくつが上手ですね。うるさい。ああでも言わないといかない連中だっただろ。本当に不器用な人ですね。よくできたご褒美にとびきりの作戦を立ててあげますよ。ありがたい。賞賛は。フンダート、プロツェント。ベルリン歌劇団の皆さん、大丈夫でしょうか。エリスさんたちの思いに応えるために立ち止まるわけにはいかない。先へ進むんだ。遅いよ。やあ、
さよたふっちてたはっててふたはたふっはせさふっこさてて腕もくらえそこだてはってもたてほっだけは一人前ね。所詮は烏合の衆、アザミたちの敵じゃない。おうよ、まとめてぶっ飛ばしてやる。かかってきやがれ。これでも食らえ。待て、逃がしたよ。そいや、そこだ。少年馬アザミ全力で参る。どうしたサクラ、何か気がかりなことでもあるのか。はい、ゲアンの言った言葉が少し気になった。そっ、ね、これで終わりだ。当たって砕けろだ。だろ？もう初歩らしいけど、砕けちゃったらダメじゃない。そりゃまあそうだけどな。なら当たって砕いちまえってことで行こうぜ。たとえ何が待ち受けていようと、私は決してくじけません。行くぞ。今行く。そうね。ああ、てめえ。行くぞ。どうだ。今行く。そうだ。
てくれ、みんな。これからの戦いはさらに激しいものになる。けど俺たちは負けるわけにはいかない。行くぞ、全ての決着をつけるんだ。この部屋は？待っていましたよ、帝国歌劇団。アシャ！いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか？そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさんなら、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのなら、あなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す？何がおかしい？あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことか。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア、そんな、機体の生命信号がありません。え？そうだ、こんなにあっけなく。ゲントが近づき、ゲンアン様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。正義ごっこ？さくら、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かってる。行くぞ、みんな。ヤシャを撃破する。了解。弱まり、私の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ、これは。魔力解放、幻想竹三日月。だ、あの魔力は今までとは桁違いだぞ。何これ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。アザミさん、危ない。クラリス、クラリス。アザミさん、大丈夫ですか？うん、アザミは平気。
サミさん、怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。必ず…クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず…勝つ…クラリス…美しい友情…無駄死になのに、まるで喜劇ね。貴様、アザミ、無茶だ。クラリス見てて、絶対勝ってみせる。格だ。見事な体術ですね。でも、お子様はもう寝る時間よ。アザミ、アザミ、これで3匹目。ごめん、何もできなかった。足を引っ張った。ごめん、なさい。そんなことはねえ。見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで、人は強くなれるってことをよ。そうかな。だったらちょっと嬉しい。アザミ、勝ってね、みんな。アザミの最後のお願い。アザミ、アザミ。残りはあなたたちだ。もう諦めなさい。アザミが教えてくれた心をつなぐことも力になる。思いも力になる。面白い冗談ですね。わからない。よく頑張りましたが、竹見和地の力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの？人間なんて儚く脆いもの。人間は弱い。なんて惨めな存在なのかしら。笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もねえ。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。ざれ言を見せてやるぜ、ヤシャ。限りある命だからこそ、限界まで輝く炎を。ハトア、アナスタシア。最初は不愛想なやつだと思ったけど、熱い心を持ってかっこいいやつだ。アザミはいつもいつもうるさくてよ。でもその明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。バカな、この圧は何なのですか。この力は、しっかりしなさい、神滅。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。バカな、私の魔力につき竹見和地が消える。貴様、この力は女の意地ってやつよ。貴様、役に…ハトア、しっかりして。悪いな、サクラ。私はもう立てねえや。そんなこと言わないでよ。嫌だ、嫌だよ。行かないでよ。しっかりしろ。神宮寺さんを元に戻すのはお前の使命だろ。ハトア、サクラ、
また友達になってくれよな。あの大きな桜の下で待ってるからさ。絶対に、絶対に会いに行く。約束だぜ。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか。お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞさくら、夜叉の因縁に決着をつける時だ。はい。魔力が足りない。早く早く玄庵様の魔力を期待に。夜叉の魔力が戻るまでの時間が最後のチャンスだ。みんながくれたこの時を絶対に無駄にはしない。夜叉、今こそあなたを倒します。いきます。あなたたちで、はい、えいよっ。さあこれで終わりだ。全力を出しなさい。そこ、はい、よっ、と、いきます。はっ、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 この程度です。ついてこい。はやっ、ただ、この攻撃は響きますよ。とどめ。闇に飲まれても自分の正義を貫く人。分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう、夜叉。私は今あなたを、自分の弱い心を切る。何が起こってるんだ。
発砲。クラリス、アザミ、アナスタシア、みんな本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に私たちは進み続ける。次回、新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、いざ帝国歌劇団出撃せよ。何が起こってるんだ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。ここ私の家ですよ。さくらの家だが、この異様な容器は。見てください、清十郎さん、テートが燃えています。何？テートがまさかコーマに襲われているのか。だけどこんなこと、テート全域が戦場になってるじゃないか。もしかしてここ。今はなのか。間違いありません。これは過去の私の家。そしてこの程度の戦いの激しさは、もしかして高魔大戦の時なんじゃ。高魔大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木、あれは確か。はい、コーマに傷つけられたはずの桜の木がまだ。ということは本当にコーマ大戦が起きた時のテート、ゲントが接近した影響なのか。信じられない。コーマ大戦時のテート、本当にそうなら。さくら、動くのは危険だ。戻れ。お母さんが生きてるかもしれない。お母さん。誰？本当にお母さん、お母さんに会えた。さくら、 あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。ひなたさん、あなたはまさか清十郎くん。それじゃ本当に。そうだよ、さくらだよ、お母さん。さくら、こんなに大きくなって、でもどうしてこんな奇跡みたいなことがあるなんて。俺にも分かりません。ゲントとテートが接近した影響だとは思いますが。ゲント、そうよ。テートはこの戦いの後どうなったの。
それは。経験のおかげで平和になりました。そう、経験の力でテイトは平和を取り戻したのね。ですが、そのために日向さんが。そんな顔しないで。私はもう覚悟してるんだから。よかったわ。私の命はちゃんとみんなを守った。はい。よくないよ。さくら、提言を作っちゃダメだよ。お母さん死んじゃうんだよ。ほら、私大きくなったでしょ。一緒に暮らそうよ。私と生きてよ。お願いだよ、お母さん。ごめんね、寂しい思いをさせたわね。でも私は命を懸けるわ。鉄管さんと一緒に提携を作る。お母さん、私はね、大切な人たちの住むこの帝都を守りたいの。なんて、ちょっと綺麗すぎるかな。私はあなたの未来を守りたいだけなのかも。私の未来を。いつかあなたに子供ができた時、この気持ちがわかると思うわ。あなたを守るためだったらお母さんは何だってしちゃうの。絶対に子供の未来を諦めたりしないのよ。お母さん、私は今ここでなすべきことをするわ。あなたは、あなたの世界でなすべきことをなさい。大切な人を守りなさい。でも、しっかりしなさい。あなたの世界には、あなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。清十郎くん、これからもさくらを頼むわね。さくらと共に平和を守り続けます。だから安心してください。私も清十郎さんと一緒にみんなを、帝都を守る。お母さんが私にくれた未来を絶対に守り抜いてみせるよ。ええ、信じているわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた。この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん、綺麗になったわね、さくら。お母さん。さくら、私の愛しい娘、さあ行きなさい。そして人生を悔いなく精一杯生きるのよ。うん、私天国のお母さんに笑顔になってもらえるよ。しっかり
っかり生きるから。だからずっと見守っててね。さよなら、お母さん。神宮寺か、おのれ、また貴様か。みんな無事か。はい。貴様らどうあっても我の邪魔をするというのか。俺たちは絶対に未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマオさん、我に世界を滅ぼす力を。これは止められるか、この我。貴様たちの未来が
もはや存在しないの。行くぞ、みんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。